こんにちは。今日は何を作るかというと、イヤリングですね。で、今もうすでに作ってあるのがこちらです。こちらは作ってあるものなんです。これとこれですね。で、ちょっとこれ、こんな感じなんですけどね、ちょっと色がはっきりと見えるか見えないか。メキシコアワビというもので、ピンクだとかグリーンだとかブルーだとか、すごい綺麗な色が出るので、ルアー作ったりするときにちょっと使ったりとかしているものです。で、結構材料は余ってたので で、ちょっとイヤリングですね、ちょっと作ってみようかなと思って作ってます。まあ、だいたい制作時間は、20分30分ぐらいでできると思います。これがメキシコアワビですね。色が違いますよね、全然ね。外側はこんな感じなんですけど、綺麗に磨かないとダメですね。で、これが日本のアワビ、3個で1000円ぐらいで食べて殻を取っといてってやつですね。これ磨くとこれです。磨いて綺麗にするとこんな感じです。まあ、これもいろいろね、使ったりとかしているので。で、これがメキシコアワビで、もう形は切り出して、ピンホールももうすでにつけてあります。で、これで作っていこうと思いますので、で、ここまでがちょっとね、なんだかんだ大変なんですけど、ここから、塗装をしてワイヤーを入れてつなげていくという感じです。これがもうすでに塗装してある状態なんで、こういう感じでね、できるんですけど、もうすごい金色が出てる感じですよね。緑、金色、黄色ですね。で、これを塗装するとどんな色になるかと。これはまだ未塗装ですから。あとこれもですね、これもペンダントかなんかになるかなと思っているものです。じゃあちょっと塗装しますね。はい、では塗装が乾きました。まあ、だいたい2、3時間ぐらいで乾いて、こんな感じになりますね。ちょっと色の反射がちょっと分かりにくいんで。はい、こんな感じです。これがメキシコアワビですね。で、ここから一気にいきますので、用意するものはラジオペンチ、先細ラジオペンチ、あと先丸ペンチですね。あとは0点、これは0.5だったかな、0.5のステンレスワイヤーです。で、あとこれがパールですね。パール、ドロップタイプのパール、このちょっとリサイクルショップで買ったんで48円、たくさん入ってて、あとはガラスビーズ、まあ家にあったんでガラスビーズです。これで仕上げていきます。で、あとあれが、これが何でしたっけ、イヤリングのクリップがなくて、どうにかピアス用のがありましたので、これでイヤリングと言ってたんですけど、ピアスになっちゃいます。
ではまずこちらに通しますね。長さは5センチぐらいですかね。はい、ではステンレスワイヤー、長さだいたい5センチぐらいに切ってカットして、はい、そしたらばここに円を作って、 I を作って丸くしてですね、ねじるわけですけど、先細の丸ペンチ、これですね、先丸ペンチ、これでこういう感じで1センチぐらいのところですね、巻いていきます。こうですね、こんな感じに、こんな形に型をつけて、でそしてもう入れちゃいますね。はい、でこれで入りました。で入ったところでこれを押さえて止めてねじるわけですね。押さえる、そしてねじる。こんな感じにできました。揺れる感じですね。ちょっと巻きが甘いかな、巻きが甘いなと思ったらもう一回、まあ一周二周すれば、こんな感じでいいですかね。ちょっと形をここで整えて、動く余裕をあげないと動かないんで、動く余裕を与えて動かして、でそこにパールを入れますか、ドロップタイル、ドロップタイプですね。パール入れます。パール入れてこの中に折り曲げた部分が入りますので、はい、こんな感じですね。でそこにガラスのビーズをいくつぐらい入れますか。1個じゃつまんないから3個ぐらい入れますか。2個。3個。これでどうでしょうか。で、そこにまた、ビーズを入れます。このぐらいだとこうボリュームがあっていいような気がするんだけど、
どうですかね、こんな感じで。そしたらここからが大変なんですよ。ここで藍を作ってビーズというかパールの中に入れないといけないので、藍を作ってパールの中にラインを入れる。ちょっとこの辺ギリギリで作っていかないといけないので、はい、こういう曲げ方ですね。なかなか、はい、この曲げ方90度曲がってますね。でこっからねじっていくので、でその前にこれをイヤリングじゃないや、ピアスの金具を入れないといけないので、ピアスの金具を入れます。こういう感じですね。でそれからピアスの金具と同じぐらいの藍になるようにしないとちょっとかっこ悪いので、まあ大体同じですね。直径 2.5 ミリぐらいですかね、はい、でこれを今度は押さえて丸めるわけですね。丸める。そしてこの切れ端をパールの中に、切れ端をパールの中に入れるわけなんですよ。ね、じゃあこれはニッパーですね。ニッパーでカットして、ニッパーでカットします。はい、カットしました。あれ、変なとこカットしちゃいました。やり直しです面白い。大丈夫です、やり直しは効きますので。あららら、なんで、大丈夫、失敗しても何度でもできますから。はい、はい、もう一回ですね。もう一回最初から1センチのところで藍を作り、回転させて、そしてぐるっと回して、でこれをほどいて今一度、入れたらワイヤー無理にやらないようにして、はい、そしたらばこれでまた回すわけですね。カットするときに失敗するなんてありえないんですけど、ありえるです。ちょっとお待ちくださいね。よし。はい、ちゃんと回しちゃいますね。このシェルの方にこの回転させてる力がいっちゃうと、シェル壊れちゃうんで、気をつけながら回して。全然回ってない。はい、で回りましたね。
愛はだいたい 2.5 ミリです。はい、そしたらまたさっきと同じように同じことを何回もやると慣れてきますから、はい、感じで、そしたらパールを入れて、パールを入れます。はい、元通りになりましたね。そしたらここにまた愛を作って、キュッと押し目にして、失敗したっていいんです、いくらでもやり直しは効くので。 2.5 ミリ、そしてこんな感じですね。そしてこの金具を、ピアス用の金具を入れて、ではこっからねじりをしっかりやって2回分見ちゃいましたね。押さえが甘いから回らない。このぐらい回しとけば大丈夫かな。そしたらばまた先ほどの失敗はしないように気をつけて、飛ばないようにワイヤーを持ってカットする。はい、カットしました。今度は間違えませんでした。で、カットしてここ痛そうなんで、これはギュッと、まだカットできるかな。できればカットした方がいいんですよね。たった1ミリですけど、こんなの耳に引っかかったら痛くてしょうがない。たらばまだあるかな、消えたかな。これを押さえちゃいます。これ中に押さえれば、出てるかな。ちょっと出てる感じあるから、これはカットした方がいいですね。
かなか最後はね、やっぱしこの一番最後が難しいんですよ。入れるだとかカットするだとか、ね、まあ、あとは難なく進むと思うんで、でこの中に入れちゃう、入りました、うん、はい、出来上がりました。どうですかね、いいですかね。はい、じゃあもう一個いっちゃいます。はい、ではもう一個ですね、作ります。ちゃっちゃと作って、はい、2.5 ミリで愛を作って、そこにほらこれだっけ、はい、どうにか出来上がりました。こんな感じです。自分で作るピアスとかね、楽しいかと思いますけど、私はしないですがちょっと余りパーツで作ったものです。